口もなければ目もありませぬからな。瑠璃子が報じてくれたこのかかしがなければこうして座敷に座ることもできません。しかし何と言いますか、随分と派手なご身体ですね。鮮やかな絵の具で彩られたてるてる坊主のような頭にはプラスチックの目と口がついている。胸の部分には拙い字で1年2組。いや、知らなかった。先に言わせてもらおう。この映画は間違いなくどちらまで黒歴史として扱われ、ジジイだらけの狭いパン界隈で、まあ、それはあったらどうしたことで済まされる、そしてまた話題に上がるまで人々から忘れ去られるタイプ。